今度合コン行かない？合コン？私は春、大学2年生になった。彼女は私の友達のカレン。私は高校ではテニスばかりやっていて、そういうのに疎く、手先も不器用なのでメイクは大の苦手。春、合コンしたことないって言ってたから参加してみない？合コンか。私と違ってカレンは化粧品会社の娘でモデルをしている。美容に詳しくて毎日メイクも服装も完璧だ。あんまり乗り気じゃない？渋ってないで一回行ってみようよ。私たちもいるし。私はカレンに憧れており、彼女のメイクを参考にしたり同じ化粧品を揃えていた。合コンって初めてなんだけど、私が行っても大丈夫？大丈夫。華やかなメイクをして綺麗な格好して話してるだけなんだから。ある前に合コンしてみたいって言ってたじゃん。そうそう、だから一緒にやろうよ合コン。まあ憧れはあるけど。じゃあ決定、今晩ね。合コン用の華やかなメイクってどんな感じなの？大まかはいつも通りで大丈夫だよ。うん、きっと楽しいから、イケメン揃いだし。そうそう、気軽にね。彼氏欲しいんでしょ？合コン、華やかで可愛い子たちが多いイメージ。私には程遠い世界。でもせっかく誘ってくれてるし、いつも通りだとこんな感じだけど。ちょっと怖いけど、まあ春は素朴な顔だしいいんじゃない？ねえ、カレンはどう思う？そうだね。てか、オカメみたいだね。オカメ？それって何？オカメメイクはトレンドなのよ。写メ撮っていい？そうなの。いいけど。じゃあそのメイクで絶対参加してよね。楽しみだね。彼氏できちゃうかもね。そうだね。誘ってくれてありがとう、なのよさ。カレンと別れた後、私は苦手なメイクについて悩んでいた。オカメメイクってなんだろう。聞いたことないけど、カレンちゃんの言うことには間違いないか。おーい、ハルくん、ちょっと手伝ってほしいプニー。あ、はーい。相変わらず芸術性の高いメイクプニー。そうですか。大学生だし、メイクぐらいしなきゃって思って。やっぱり濃いのかな。一旦落としてくれなよさ。メイクを落とした後、教授の手伝いをしたのはいいが、慌ただしい業務のせいで知らぬ間に合コンの時間になってしまっていた。もしもし、カレン、ちょっと遅れそうなのよさ。そうなの？プニ教授のお手伝いなの。ごめんね。あの顔で遅れてきたらインパクトあるわね。ラッキー。わかった、待ってるわね。はじめまして、私はカレン。もう一人のハルって子は遅刻するみたいで、先に始めちゃいましょう。ハルはいつも遅刻しちゃうの、ごめんね。私はサラ、よろしくね。さっきの電話とすごい変わりようだ、ポンニー。よろしく、成田です。そっちの子は初めて。俺はバカラ。カレンに言われた通り成田を連れてきたぞ。俺、カイリー、ただの付き添い。うわー、本当に成田くんだ。モデルしてたよね。私、雑誌で一目惚れしたんだ。そうなんだ、ありがとう。バカラくん、さすが。私もモデルなんだ。自分の会社の広告担当みたいな立ち位置なんだよ。すごいね。ほら、これどう？かわいいかな。やっぱりカレンちゃんかわいいよな。成田よかったじゃん。ん？だってカレンちゃんがわざわざ会いたいって言ってきたんだぜ。意味わかるだろ。ちょっとバカラくん、やめてよ。でも、成田くんに付き合ってって言われたら、私、嬉しいかも。そうなの？じゃあ、今度スポーツ観戦に付き合ってよ。意味が違う。まあ、そういえばこいつ天然だったな。天然なんだ。意外な一面っていうか、完璧なイメージが強かったから可愛い。この調子で成田くんにガンガンアピールしちゃおう。バカラくんも手伝ってくれるみたいだし。じゃあ、とりあえずみんな揃ったことだし、乾杯しようぜ。乾杯！乾杯！そういえば、あとの一人って本当に待たなくてよかったのかな。大丈夫だよ、先に始めててって連絡来たからさ。そういえば、あと一人ってどんな子なんだ？春っていう私の大学の友達なの。スポーツをしてたって言ってたかな。え、スポーツ？僕もしてたんだよね。話してみたいな。写真とかねえの？え、でもあの子あんまり可愛いっていうか素朴って感じだよ。ほら、
これ春、オカメみたいなメイクでいつも学校に来るの。これ、すげえな。確かにすごいね。日本の伝統的な顔だ。春は不器用なんだよね。料理とかもからっきしダメ。私はメイクもお料理も得意だから、よく春に教えてあげてるんだけど、なかなかね。ねえサラ、春って不器用だよね。そうそう、しかもどんくさいの。何もないところでつまずいたり。本当にスポーツやってたのかな。大丈夫だよ、スポーツは誰でもできるからね。僕もよくマイペースだとか言われるけど、できてるしね。成田くんマイペースなんだ。親近感持てる。タコ、どんなスポーツやってたの？どこの高校？僕はソプラノ高校で3年間テニスをやってたんだよ。そうそう、こいつ妹の影響でアニメ見てハマったらしい。バスケのがモテるって言ったのにさ。心残りは必殺技とか練習したけどできなかったことだな。お前も必殺技とか練習するタイプだったのか。意外だな。ソプラノ高校？なんか聞いたことがある。多分ハルも一緒の高校だったよ。成田くんと一緒ってカレン騒いでたじゃん。え、そうなの？そうだ。うん、でも知り合いじゃないって言ってたよ。あの子スポーツバカだし。へえ、そんなに熱中してたんだ。気になるな。話してみたい。でも話しても面白くないかも。私じゃダメ？もしかしてテニスやってたんじゃないか？まあお金メイクで実際の顔はわからないけどな。むしろ大物すぎて顔を隠してるとか。そんなわけないだろう。なんだか春に興味を持ってるみたいじゃない。私がいるっていうのに。スポーツなら私もしてるよ。最近筋トレとか美容のためにジムにも行ってるし。そうなんだ。でも僕ジムは行ってないんだよね。お金もかかるしな。手ごわい。スポーツなんて知らないのにどうすればいいのよ。どうにかして私に注目を。はるちゃん謎大きい子だな。気になる。まあある意味気にはなるな。あんな風だと逆に好奇心が勝るよな。サラ、どうにかして。カレンが何か訴えてきてる気がする。今日は協力するって言ったし、なんとかしなきゃ。ハルはさ、変わった子なんだよ。この前だってコーラを家から持ってきたらめんつゆだったり。そういうのってあるあるネタって言うんだよね。私もドジっちゃうことあるし。あ、僕も心当たりが。というかカレンちゃんしっかりしてそうなのに意外だね。よし、こっちに視線が来たわ。ナイスサラ。ドジっ子でも見た目があれじゃな。おいバカら、失礼だろ。でもさ、ドジっ子は可愛い子がいいじゃん。でも春はいい子だから友達としては楽しいよ。さすがカレンちゃん、可愛い上に優しいとか。成田が羨ましいぜ。なんで僕が羨ましいの？あ、席変わる？いや別に席はいいとかそうじゃない。まあいいか。お前ってブレないよな。よし、いい感じ。いい子アピールでポイントゲットよ。ところでみんなのタイプってどんな子なの？私も聞きたーい。あら、やっぱ可愛い子。僕はスポーツの話ができる子かな。ノーコメントで。成田くんはテニスやってたんだよね。私もやってみようかな。そうだ、成田くんに教えてほしいな。うん、いいよ。いつやる？これで連絡先を交換できるわ。やった、うまくいったわね。それはやめておいた方がいいと思うぞ。成田はテニスに関してだけは本気だ。ちなみに俺とバカラは一度被害に遭った。そうなの？そんなことないよ。テニスできるように教えてあげる。一緒に全国を目指そう。そこまでは趣味でやろうかなって。私はイチャイチャしたいだけなのよ。そういえば成田くんモデルだったんだよね。何かしてたの？どんな顔の子が好きとかある？妹に言われて化粧水ってやつは塗ってたよ。顔はあんまり考えたことないけど、自然な子がいいな。ナチュラルメイクってこと？私結構ナチュラルだよ。うん、カレンちゃんは可愛いと思うよ。よし、褒められた。やっといい雰囲気になれそう。合コンが盛り上がってるかは知らないけれども、やっと会場に着いた私。遅刻遅刻。すみません、予約で友達が先にいて。予約の方ぷに、お名前は案内するぷに。カレンって名前で。あ、カレンちゃん、もしかして
あれってハルちゃん？え？そうなの？ああ、でも確かにあの後ろ姿はハルだと思う。タイミング悪いな。やっと私の話ができるっていうのね。うん。カレンさんの予約席はこちらぷんに。ありがとうございます。遅れてごめんなさい。え？誰？ハルじゃないよね。確かに写真と違う。ハルちゃん来れなくなったの。ん？うん、私ハルって言います。え？あれ？そうなの？普通に可愛いじゃん。あの写真は何だったんだ？なんかのイベントとか？違う、私も初めてハルのこんなメイクを見たっていうか。ハル、メイクうまいじゃん。え？メイク？あ、できなかったの。はあ？カレンとさらに濃いんじゃないかって言われて、一度やり直そうと思って落としたのよさ。そのまま時間がなくて、今、すっぴんで。すっぴん？恥ずかしいからあんまり見ないでほしいのよさ。大学生にもなってメイクを忘れるとか、ありえないよね。本当にメイクをしてないの？な、そうだ。気になるならトイレでしてきたら？それが流行りのおかめメイクってやつ？ネットで検索しても出てこなくて、再現できるかな？おかめメイク？じゃあなんだ？カレンちゃんが流行ってるって言ってて。あ、そうだ、写真撮ってたよね。あれちょうだい。写真って、俺らに見せてくれたやつ？まさか、あんなの流行ってないだろう。見たことないし。お前、何か騙してないか？騙してなんかないし。流行ってないの？なら、最先端のメイクを教えてくれてたの？そんなわけない！そうなのよ。最新メイク。でも、ちょっと違うかもね。ほら、ハルって不器用だからあんな感じになっちゃうだけで。サラが笑うからみんな誤解しちゃったんだよ。ね？私は別に。ごめんね、私が不器用なばっかりに。あんまりカレンを責めないでほしいのよさ。まあいいんじゃない。ハルちゃんの言う通り、カレンちゃんを責めたらかわいそうだよ。僕はメイクのことはあんまり詳しくないけど、ハルちゃんはメイクをしない方がかわいいと思ったよ。え？かわいい？初めて言われたのよさ。そのままでいいんじゃないかな。それにバカラだってさっき笑ってたよね。そうだけど。じゃあこの話はもう終わり。僕はテニスの話をしたいな。ハルちゃんスポーツやってたんだよね。私はテニスをやってたのよさ。奇遇だね。僕もだよ。ハルちゃんはテニスのどんなところが好き？打球音とか？成田君もああ言ってることだし。切り替えよ、カレン。成田はブレないな。ま、そこがいいところだけど。お前も、こんなこともうやめたら？分かってるわよ。ちょっとからかっただけだもん。まあ、せっかくだし、あとは楽しもうぜ。なんでこんなことになったのよ。私の計画を台無しよ。ハルがあんなに可愛いなんて、私だって知らなかったのに。確かにハルちゃんは可愛いよね。僕もそう思う。あ、褒められると照れるなよさ。成田、何？ハルちゃん狙ってんの？ヒューヒュー。え、何なのよ、見せつけないで。その後、楽しい時間はあっという間に過ぎて、解散することになった。ねえ、連絡先交換しよう。また話そうよ。スポーツ観戦の日程も決めたいし。うん、そうだね。ハルが成田くんの連絡先を。どんない、カレン。仕方ないよ。僕、ハルちゃんと知り合えてよかったよ。これからよろしくね。その後、私は成田に言われて、メイクを無理にするのはやめた。やっぱり、そっちの方がいいと思う。ありがとう。それ以来私は、大学生はメイクをしているという思い込みも改めた。これからはマイペースにやっていこうかな。それがいいぷにゅん。ハルだよ。成田です。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。無理にメイクする必要はないけど、自分に似合うメイクで可愛くなるとテンション上がるのよさ。ハルちゃんはいつも可愛いよ。もうさらっと
そういうこと言う。褒めてるんだけどな。よかったらみんな動画の感想をコメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくね。またねー。